こんにちは、下尾玲です。今日はですね、東京のスナップ1月編ですね。実はですね、この1月ね、私メモリアルなことがあったんですよ。というのは、日本のストリートスナップでアンケートを取った人の数がようやく5000人に達しました。パチ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 、嬉しい。もちろんいろんな国のスナップとか、まあ東京もそうなんですけども、スナップの時の写真も合わせるともっともっと枚数はいっているんですけども、人と接して人となりまで汲み取ることができたのが大台に乗ったよというところです。それでやっぱ大事な5000人なので、切り番なので、やっぱメモリアルな人がいいなと私ずっと思っていて、で私が尊敬している人を撮らせてもらいました。なのでちょっと12月のスナップと重複するとこ出てくると思うんですけども、まあ気にしないでください。おしゃれな人はいつでもどこでもおしゃれだから。ということで、ご覧ください。名前と職業を教えてください。はい、赤松里奈と申します。はい、ビジットフォーという大阪のお店で働かせてもらってます。ビジットフォーで働いてどれくらいになるの？3年目ですかね。なるほど、はい、ビジットフォーに入ったきっかけは？私もともと実は東京生まれ育ちなんですけど。あ、そうなんだ。そうなんです。でも大阪に遊びに行く際、必ず訪れるショップでお洋服に関わる仕事したいなと思った時に、ちょうどビジットフォーがスタッフ募集をしていて、移住して？移住で、そうなんです。すごいねそうなんです。じゃあ、今日着てるものを教えてもらいます、はい、帽子は？帽子が、パグナットという、ベルリンのニットブランドので、そのカラフルなトップスはこれはチョコバロエナです。ほう、どこのブランド？ロンドンです。へえ。この膝パッドも、このツーツーついてるやつ、チョコバロエナ、はい、かわいいね、この膝パッド。本当にかわいいです。この網のニットにビーズで、うん、そしてこのパンツはガブリエラコールガーメンツというブランド。あ、シンプルで綺麗なやつですね。はい、シンプルで綺麗で一番履くやつですね。ちょっとスリットも入っていて、スニーカーにかぶさる感じも、うんうん、そしてこのスニーカーは、はい、キココスタリノフと、うんうん、ヒステリックグラマーとアシックスのトリプルコラボのスニーカーですね。そして赤松ちゃんにとって大阪の魅力は？他の県がすごい行きやすくて、自然とか温泉とかにすごくアクセスがしやすいので、一泊とか日帰りでもいろいろな体験ができるのがすごいいいなと思いました。そして赤松ちゃんにとってファッションとは？難しいんですけど、自分をこう高揚させてくれるものですし、自分が着たいものをとにかく楽しく着ることが一番おもとにしてますし、お客様にもそうであってほしいなと思います。ありがとうございます、はい、いい言葉聞きました。職業は？はい、キース東京をディレクターでやらせてもらってます。はい、宮下パークナー、そこですね、はい、今日着てるものを撮らせてもらいたいと思います。こんな感じになります。じゃあ早速何着てるかを聞きたいと思うんですけど、はい、まず帽子は？はい、キースのオリジナルになります。あ、キースって書いてあるんですね。スタジャンは、1月2日にキース東京限定で発売させていただいた、ほうキースとあの東洋さんのコラボレーションのスカジャンになります。かっこいいですね、はい、そして後ろも、おー、いい、この刺繍なんかいいね、素敵、はい、そして、手に持っている何か、はい、モアモアは、も、去年 のウィンターになるんですが、キースのオリジナルのムートン。キース結構ムートン出してるイメージある。そうですね、パンツは去年12月に出させていただいたあれじゃないですか、はい、ニードルスとキースのコラボレーションになります。なるほど。そしてキースといえばスニーカーですけど、はい、これは、サラモンとキースのコラボになります。サラモン最近人気だよね。そうですね、すごいよく聞く。すごくランニングでもしてもしても、待ち履きとしてもすごく、うん、履きやすいので。じゃあキースの魅力って何？まあ、一番はですね、まあ、やっぱりこのアジア圏にこの東京の1店舗しかないというのが、ここでしか買えないというのが魅力だと思います。じゃあキースのアイスクリーム屋さんがあるんですけれども、はい、おすすめは？僕が決めたメニューがあるので、アンクル J が、アンクル J、はい、純也ですね、はい、チョコレートメインで、うん、あとはレモンクッキーとかが入ってて、おちょっと甘いのとちょっと酸っぱさと、うんうん、両方味わえるのが魅力。キースはそういった意味で五感を刺激するっていう意味もすごくお店の中ではコンセプトとして持っているので、うんうん、じゃあ最後に、はい、マダムにとってファッションとは？決まりがないものだと思っているので、うんうん、まあ、やっぱりその自分の個性を人に見せていくっていうのが一番ファッションの魅力かなと思っているので、いろんなこの取り合わせをしていただいて、できることがファッションのすごく魅力かなと思っています。素晴らしい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねー。初めまして、
キーです。みーちゃんです。職業は本当にもうなくて、もう自由な感じで。なるほど。何でも全部職業みたいな、好きなものは職業みたいな。素晴らしい自由人じゃあキーちゃん今ここはどこに来てるんですか？ここはロジェビビエの、はい、展示会。展示会にこんな感じです。こんな感じです。そしてで今日着てるものを教えてほしいんですけど、はい、その可愛らしい帽子はファシネーターっていう。ファシネーター、うん、レトロな昭和、まあ、大正モダンみたいな感じを今日はちょっとテーマにしていて、和とちょっと洋館だったりするんで建物が、うんうん、そういった感じでちょっと合わせて、こんな感じになっております。可愛い。そしてこの着物はどこで？青山のセレクトショップだったりとか、うんうん、結構バラバラなんですけど、でも今日の色合わせもすごい、色と柄かける柄かける柄の組み合わせもすごい素敵。そうですね。ちょっと帯とかも日本風だけど、うんうん、ちょっと海外のテイスト、うんうん、あ、おたえこ綺麗だね。すごい、なんかドイツの建築みたい。付け下げっていう着物に、はい、二重太鼓でセミフォーマル。フォーマルな。じゃあキーちゃんにとってお着物の魅力って何ですか？全部同じ形なのにオートクチュールを作ってるみたいな感じで、組み合わせ全然変わるもんね。変わるんで、でも形は一緒なんで、そこは魅力的だなって思うと思うと、うん、海外の血も入ってるけど、うん、日本の伝統的なファッションっていうものを自分のワードローブに入れたいなって思って、うん、なるほど。そこはやっぱファッションが好きな方はお着物絶対好きなんだ。ハマっちゃう。ハマっちゃいますね。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあねです。あこです。はい、バイヤー、バイヤー、ロキエっていうヴィンテージショップのオーナーバイヤーと、うん、あと今このコモンプレイス、うんうん、ジジナの中にあるところで、うん、アポセカリーショップをやってます。じゃああこちゃん、今日の着てるものを教えてください。うん、本当にちょっと長い付き合いの 4XL ぐらいのを着てて、うんうんうん、フランスは普通に古着でパンツ、ボーイスカウトだったかな、なんかヴィンテージのボーイスカウトのです。え、かわいい。そして靴がマルジェラの、すごい足が太く見えるわかるよわかるよこんな感じでございます。じゃあこちゃん、ファッション好きですけども、ファッションの魅力って何ですか？着てるものによってすごいルールになったりとか、うん、自分を表現できるというか。じゃあ今日の気分はボイスだったってこと？うん、そうかな。あと変なサイズ感がもともとすごい好きなんで。あ、そうだね、確かに確かに。だいたいすごいデブな服が、うん、デブな服なの、足太く見える服なのというそんな感じのあこちゃんでございました。じゃあねー。金子刑事です。ファッションディレクターです。金子さん、こんな感じです。早速聞いていきたいんですが、今日はじゃあこの、キャップはイマジンさんと一緒に作ったウィンクウェアのキャップです。はい。そしてこのパリッとした、はい、セットアップスーツは、はい、ザ・ジェントルマン・イン・ザ・パーラーという、はい、まあ、僕とあと小木さん、あとサイの宮原さんと作ってるスーツのラインなんですけども、うんうん、まあ、レショップで販売しているもので、うん、シャツもスーツ全部そうです。デニム地ですね。そうなんですよ。珍しいよね。デニムはネクサスセブンの本野さんという方が作ってるビヨンデックスっていうすごいこだわりのデニムで、それを今回使わせていただいて、うんうん、はい。そして靴はグラスさんというところがやってるクリンチという、うん、実は結構ヒールもある。あ、本当だ、珍しくない？はい、結構昔の50年代ぐらいのスタイルのブーツなんですけど。そして今日ここ、私どこにいるかと言いますと、レショップですね。はい、今日はこのザ・ジェントルマン・イン・ザ・パーラーの、うんうん、あのスーツの発売日で。なるほど、はい、機会があれば皆さんかっこいいスーツを見に行ってもらえればと思います。そして、あなた最近可愛らしい犬飼ったんじゃないですか？そうです。なんて名前？はい、ロロというミニチュアブルテリアという。めちゃめちゃデレデレでしょ今。デレデレなんですこんなになると思わなくてちなみに、はい、ロロアカウントあるんですよね。ロロアカウントありますさっき見せてもらったけど、なかなかの完成度高かったですね、はい、お洋服で最近注目してる動向とか、なんかそういうのありますか？ちょっと僕の中でトラッド回帰みたいなのがあって、この間海外に行って、うん、歴史のあるブランドとか、まあ、そういうのを改めてちゃんと見に行ったりとかして、変わらないかっこよさみたいなのを
が、まあ、すごく新鮮で、まあ、そういったところに僕もちょっとアイデアを入れてものを使ったりとかしていて、まあ、それを次の春ぐらいからいろいろレシピとかで、まあ、発表していけるかなと思ってるんですけど。じゃあ次のメンズのトレンドになるかもしれないですね。なったらいいですね。作りたいですね。じゃあね、はい、ありがとうございます。はい、まためぐみさんの登場です。実は今日撮らせてもらったのはねえ、すてき、じゃん、5000人だったからです。こう5000人記念だから、私的には一番なんか自分が素敵だなって思う人を撮りたかったので来てしまいました。そして、まずめぐみさん、お名前と職業改めましてですが、吹上めぐみと申します。はい、ジジナというお店とコモンプレースというお店をやってます。今日も来てます。そして YouTube でも紹介してます。今日着てるものを聞いてもいい？このは、はい、カーディガン。カーディガンはソフィオゴングリというジョージアのアーティストで、すごい面白い形してる ね、うん、ね、ポコポコって、ね、なんかちょっと恐竜みたいにデコボコしてますけど、あの手編みのニットです。ワンピースは、ワンピースはレナータブレンハだっけ、別注の生地でお願いしたスペシャルオーダーです。おお、形ちょっと変わってるね。そうですね、なんかね、ここ横はちょっと短いんです、部分的に短い、ね、ちょっとつれてるっていうか、はい、ここですね、こう短いところどころ、なんかちょっとこうつまんでるようなデザインで、全部ここプリーツなんですよ。わお、これ作るの超大変じゃない？なんかね、すごい凝ってます。そして、クマがいますわ。はい、これはあのジジナユニークという自分でデザインしてる、かわいい。じわじわきますねこれ。アクセサリーはこれがあのニットと同じソフィオので、これはスエードという日本のアーティストさんのバングルで、アクリルに中にパール、真珠が入ってます。このピンのね、この大きな安全ピンの形のブローチも同じ人がデザインしてる、日本の方です。そして実はもう結構数シーズン前ですね、ドレスバーノッテンの履きやすいです。やっぱ色がビビットなんで、みんながすごい履きたくなっちゃう。確かに。よし、じゃあ全身こんな感じで、私の5000人記念です。完全にこれ私得のやつですね。ありがとうございます。じゃあねー。はい、はい、というわけで、1月スナップいかがでしたでしょうか。今回はですね、割とあの取り入れやすいファッションの参考にしやすい人多かったんじゃないかなと思っています。特にあのマダムとかメンズの方とか、その色使いとかディテールとか色の散らせ方とか結構参考になるところんじゃないかなと思います。まあ、引き続き、コツコツとこれからも、千里の道も一歩からということで、6000人に向けてこれからもスナップ頑張りたいなと思います。はい、皆さんはどのスナップが、よかったでしょうか。ぜひぜひコメント欄にも書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。